まあ、いつもと変わらないつもりでやっていたとしても、やっぱりもう最後っていうのがどうしても、もういろんな人からもう最後応援してます、応援してますって声かけられるから、自然と何て言うんだろう、力が入っちゃうっていうか、まあ、いつもの雰囲気とはまた特別に違うのかなとか、もうここに来て、うん、すごく実感してますよね。なかなかできないですよね、そういうの。ただでさえ自分自身メンタルそんな強い方じゃないし、まあこうやって、うん、いろいろと取材されるのもありがたいことだし、もうそれがあと何日かで終わっちゃうのかなと思うと、まあ、お重と別れるのもそうですけど、まあ、ちょっと寂しくなっちゃうかな。もう順調にいったし、かなり馬にはきついメニューだったと思うんですけど、まあそれをお重が乗り越えてくれてたし、まあ、ここまで来たらもう自他を出してもしょうがないから、まずはちゃんとスタートラインに立って、うん、まあ、あとはもう新一に任せて全てを。普通の競走馬では考えられないぐらいの長い。僕も経験ないですよね、その獣医サイバーを担当させてもらったっていうのは、うん、お重が初めてだし、未知のもんで、果たして日、うん、もうお生涯終わったら、年明けたら12歳にカウントされますしね。そう考えると本当にでも獣医さんなのかなって今現状でも思えるぐらい、まあ、本当パワフルだし、うん、うん、まあ関本獣医さんなんかも言ってるように本当猛獣のようでしたから、まあ今だいぶ丸くなったんですけど、まあ本当昔を考えたら、まあ、怖いのはもう真っ先に一番最初に、まあどんな感じですか、それは怖いですっていうのがもう即答で返ってくるぐらい、うん、恐怖心の方が強かったです。まあ、あばら3本ぐらいいたこともそうですし、まあ、あと噛みつかれたりとか蹴られたりとかは、まあ、結構、まあ、毎日じゃないですけどしょっちゅうありました、うん、ジャンバー破かれるぐらいはもう全然珍しくないぐらい、うん、やっぱりチームという言葉がある、やっぱり石上ジョッキーの存在はなくしてちょっと語れないという文字はやっぱりそういうこと。そうですね、やっぱりあの道具とかもそうなんですけど、あの子を耳を外すなんていうのはちょっと考えられなかったんで、まあ、最初何言ってんのかなと思ったんですけど、まあ、今思えばこうやって馬が走る気になってきたっていうのを、まあ、新一が全部アドバイスしてくれたりとか、うん、もう本当にもうここに来て昨日3通、その前も3通、今日は4通ぐらい、もう毎日のようにもう本当、まあ、必ず目を通させてもらって、うん、ありがたく本当に大事に保管してます、うん、ファンレターを。励まされましたっていう感じ。そうですね、やっぱり体調を壊してお重の走りを見てもう一回治療に専念しようとか、まあ、あといろんな病んでる時にお重の走り見て勇気づけられたとか、まあ、本当に幅広く小さな子供からいろんな人まで、まあ競馬という枠を超えて、なんていうんだろう、人の心を動かす、まあ、本当に偉大な馬なんだな。ただ走るだけの馬じゃなくて、人の心まで変えてしまうような、本当すごい馬だな。それはもう本当にファンレター読みながら、いつも自分も涙するじゃないですけど、本当にすごいんだなと。いや、すごいですよね。やっぱり本当ありがたいし、まあ、本当ファンレターもそうですけど、まあ、競馬場の観戦してもらえるファンの方には本当に、まあ、僕は逆にそのファンの方の応援で力もらってるし、うん、そしてファンの人もそのお重の走りで力もらったという、本当にそういうのってうまくできてんだな。何でしょうね、最初本当ね、怖いってイメージから接し始めて、今はすごく可愛くなっちゃってっていうか、もう甘えてくるとこもあるんですよね、あんな性格でも。まあそれだけ俺のことを頼りにしてるのかなって自分で勝手にそれは思ってるだけなんですけど、なんかそんなスリスリしてくる時もあるんで、まあ、本当にそういうとこ見ると可愛いなと思って、うん、まあ、あとは本当に無事に、そして無事引退式を、うん、皆さんファンの前で、うん、披露できたらと思ってますけど、いや僕もね、もう本当定年までね、そんな年数ないんで、うん、正直この先はどうなるかそれは分からないですけど、でもお重の子供がもしレースに走るんであれば全部本当チェックしたいですね、うん、どんな子が出るのか、どんな走りをするのか、興味はすごくありますよね。じゃあファンの皆様、本当にこの8年間このお重長さんというドラマを見続けてもらって、まあ、本当に心より感謝します。そして、まあ、このドラマの結末は果たして自分でも分からないんですが、
本当に素晴らしいような最後のドラマを作れるようにやってきたつもりです、まあ、また競馬場に足を運んでもらってオジュを精一杯応援してくれたらオジュも応えてくれると思いますので応援のほどよろしくお願いします。